今日は新しく阿蘇市議会議長に就任されました高藤拓夫さんにインタビューを行います。こんにちは、よろしくお願いします。就任おめでとうございます。まずは今の心境をお聞かせください。大変な重責をね、その任されたというような感じでございまして、その責任の重大さに本当に痛感しておりましてですね、これはもうやるしかないというようなことで、新しい議員さん、26名のですね、ご協力いただきながら、さらにはまた職員とか執行部の皆さん方、いろんな方々にご協力いただきながらですね、議会の円滑な運営に従ってもうやるしかないというようなことで、大変緊張もいたしますしですね、そういう面ではその責任の重大さは何回も申しますように痛感いたしております。市議会議員の皆さんも新しい顔ぶれになってますけれども、雰囲気はどんな感じですか？今回はですね、非常に新旧交代も進みましてですね、もう議会全体がかなり若返ったなという感じがございます。特に新しい議員さんもう7名ですかね、おられますし、そういった関係ではかなりリフレッシュされたんじゃないか、そういった感じは持っております。では今後の議会運営についてのお考えをお聞かせください。議会運営ですけども、今度の、議員さんもそうなんですけども、非常に議員さんそれぞれに主義主張の異なった立場の議員さんが多いわけでございまして、それをどうやってまとめていくのかが、私に課せられた責務だというふうにいつも考えておりましてですね、やっぱり議会というのはまず第一に執行部に対するチェック機能ですかね、そんな機能が第一番に求められているということでありますので、議会はやっぱりそれぞれの主張の中でですね、一生懸命議論をしていただくということでありますのでですね、議論が活発にできるような議会であってほしいと思います。それでは最後に市民の皆さんのメッセージをお願いします。ぜひ議会の方にも足を運んでいただいてですね、それぞれの目で、議会というものを、理解をしていただいてですね、いろんな意見等がございましたら議会の方にもどしどし挙げていただきたいなというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。